ん？お。そうだな。ああ。そうだな。そうだな。ああ。
やめて。そうね。いえ。もう。そうね。やだわ。おう、なるほどな。ああ、ええよ。お。
申し訳ありません。いえ。
何？ありがとうございました。何？そうだな。
はい。なんだと？何？
キリュウさん、それではその人物の名前を教えてください。6年前、小田さんを殺し明智さんに罪をかぶせた事件の真犯人とは一体。犯人は木下優子、お前が小田を殺した真犯人だ。そうだな。お。え。お。ああ。
ああ。なるほど。違うわよ。やめろ。え？ん？ああ。どういうこと？そんな。さあ、もう言い逃れはできないぜ。優子さん、今一度尋ねます。あなたが小田さんを殺したんですか？そうよ、私がやったのよ。事件が起こった日、あの日は彼の、小田さんの誕生日だった。だから私は彼を驚かそうと思ってプレゼントを持ってお店に向かったの。もうお店も閉まっている時刻だったから、裏口から入ってロッカールームに向かったわ。でもそこで見たのは、他の女と浮気してる彼の姿だった。私はとっさに身を引いて隠れた。落ち着いて目の前で何が起きてるのか理解しようと努めたわ。そのすぐ後に明智さんがやってきた。明智さんはロッカールームの中を覗いて、小田さんと宇佐美さんの浮気現場を目撃すると、手に持っていた灰皿を落とし、小田さんにつかみかかっていったわ。言い争うような声が聞こえた後、すぐに宇佐美さんがロッカールームから出てきて、裏口から店の外へ出ていったわ。すぐに明智さんも宇佐美さんの後を追って店の外へ出て行ってしまった。明智さんと宇佐美さんが出て行った後、私はロッカールームの中へ入っていった。
小田さんは私の姿を見てすごいびっくりしたみたいだったけど、浮気がバレたことが分かると開き直って別れ話を切り出してきたわ。宇佐美と一緒になるつもりだから別れてくれってね。その言葉を聞いた途端、完全に頭に血が上っちゃって、気がついたら近くに落ちてた灰皿で小田さんを殴っていたわ。それからは桐生さんが言った通りよ。私はロッカーにあった制服に着替えて、わざと裏口の前で誰かが来るのを待っていた。少しして誰かが客席の方からやってきたから、顔を見られないようにして裏口から出て行った。それで部外者の自分には絶対に疑いがかからないだろうって思ったわ。ありがとうございました。いえ、なるほど。